海と日本プロジェクト。酒田港に寄港した外国クルーズ船 MSC スプレンディダ、全長333メートル、幅38メートル。酒田港に寄港した船では最も大型のクルーズ船です。船旅の魅力とは。日本って海に囲まれていまして、なかなか陸で移動できない都市とかをクルーズだからこそ行けるっていう魅力があります。特に酒田港に関しては港町でいろんな遺産とか、あと観光する場所があるので。港は観光客であふれ、外国語が飛び交い、国際色豊かに。寄港中は酒田の歴史に触れたり、羽黒山などの観光名所を訪れます。すごくおもてなしが熱くて、すごく笑ったり笑顔が見える港なので、今後もですね、酒田を、たくさん利用できるように。大型外国船の寄港で地元へのインバウンドにも期待が寄せられます。来年すでに6回寄港が発表されております。この酒田港の美しさ、鳥海山を背景にした美しさというのが、このお客様にも大変人気が高いですので、こういった自然景観も守りながら、あとは高い評価いただいているそのおもてなしですね、そういったおもてなしの心も育てながら、こういったクルーズ船をお迎えしたいというふうに考えております。外国クルーズ船 MSC スプレンディダ、世界の港から人々を乗せ海を渡ります。海と日本。